あんた今、あたしの雪見大福食べようとしたね。はむ、今防犯カメラに映ってたんだからね。どれもこれも美味しそう。はむ、誰もいないはむね。よし、こっそり食べちゃう。はむ、牢屋に入ってもらうよ。お腹がすいたハム、お腹がペコペコで死にそうハム。おいしいおやつが食べたいハム。あ、あんなところにおいしそうな雪見大福がいっぱいハム。どれもこれもおいしそうハム。キョロキョロキョロ、誰もいないハムね。よし、こっそり食べちゃう。こら！キャッ！ハハハハハハ！あんた今、あたしの雪見大福食べようとしたね。ハム！ちちちち、違うハム！違わないよ。今、防犯カメラに映ってたんだからね。どれもこれも美味しそうハム。誰もいないハムね。よし、こっそり食べちゃう。ハム、全部取られたハム。牢屋に入ってもらうよ。牢屋に閉じ込められちゃったハム。どうしたの？牢屋に閉じ込められちゃったハム。そりゃ大変。ともちゃん、ちかちゃんを連れて助けに来るから待ってて。助けてハム。コロちゃん、ハムちゃん牢屋から出してあげてよ。わかったわ。それじゃあ、ともちゃん、そらかちゃん、今からこの雪見大福のアジアテゲームをして当ててくれたらハムちゃんを助けてあげるわよ。もちろんいいよ。任せなさい。こんなのだってちょちょいのちょいだよ。ちょっと心配だな。味はほうじ茶、プレーン、きなこ餅よ。ちゃんと当てられたらハムちゃんは返してあげるわ。オッケー。当てられなかったらハムちゃんは牢屋に閉じ込められたままよ。警察に行ってもらうわ。準備をしたから、お餅を1個選んでもらうわ。これ、これ。かぶってるわね。じゃあじゃんけんよ。最初あげる。じゃんけんぽい。その手紙の中に答えが書いてあるから、まだ見ちゃダメよ。じゃあまず、ともちゃんから食べてもらいます。いただきます。多分これプレーンかな。美味しそう。プレーンかな。プレーンじゃないかな。中見たら中見たら分かっちゃうから、あんまり中見ないでね。目隠しがお家になかったのよ。わあ、お餅がすごいわ。食べ方が汚いわよ、あなた。お前、雪見大福食べるといつもこうやって。あ、上手な食べ方ね。あ、わかるよ、これ。何かしら？きなこ。きなこ。じゃあちょっと答えまだよ。まだよ、まだよ。まだよ。ちょっと待って。大変だわ、お口が。お口が大事故よ。お、いい食べっぷりじゃない。きなこ美味しいかも。きなことは限らないわよ。きなこだよ。ともちゃん分かったかしら？じゃあ答えて。プレーン。プレーン？プレーンじゃなくてプエーン？できる。お、あ、ちかちゃんが登場よ。ほうじ茶、きなこ、プレーンの中で何の味か当ててみて。
지않고まだ食べてないじゃない。食べていいのよ。ちょっとほうじ茶っぽい。うん、ほうじ茶っぽいかしら。じゃあみんなで答えを順番に言っていこう。せーの、きなこ。プレーン、ほうじ茶。じゃあ開けていっていいわよ。あ、きなこ餅合ってた。プレーンが合ってた。合ってた。ということはちかちゃんはほうじ茶。正解、3人とも正解よ。プレーン美味しい。ハムちゃん、人の雪見大福は食べちゃダメよ。ハム、お腹が空いて、ごめんなさい、ハム。今日のところは、ともちゃん、ちかちゃん、そらかちゃんに免じて許してあげるけど、人のものを勝手に食べちゃダメよ。ハム。やっぱり冬は雪見大福だよね。こたつで雪見大福最高だよね。大福はやっぱりね、春かな。春？なんで？春さ、寒いと暑いが両方だからさ。その間にちょっと冷たいも入れてみる。おもちゃんは？これは夏。夏？だって雪見大福アイスだもん。あ、そっか。アイスといえば夏でしょ。夏といえば。なるほどね。ちかちゃんは？ちかはな。今日は天気がいい日に、うん、雪見大福を食べると、うん、なんか嬉しいの。嬉しい。そっか。バイバイ。